はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説再録、坂田金時やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のアップデートでですね、再販枠でやってまいりました坂田金時、早速見ていきましょう。坂田金時は、武将で和の陣営となっています。そして専属武器深淵セットだけ見ていきましょう。物理会心ダメージ 35%、 攻撃力が 18%、 防御貫通が900となっています。パッシブ全部出しておきましょう。そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 筋力値がレベル ×220、 最大 HP が 44%、 会心値がレベル ×280、 防御力がレベル ×200、 受けたダメージの 40% を相手に反射ということで、まあ結構珍しいダメージ反射が入っていますね。まあただ、まあダメージ反射のパッシブ 40% だけなので、まあむちゃくちゃ反射するっていうわけでもないんですが、まあ一応ね気持ちあるって感じですね。まああとは会心値と物理会心ダメージがセットで入っていると。まあこれセットで入っていたら、まあクリティカルが出たら強い感じですね。で、あと防御力があって、で筋力値で、まあ、攻撃力と物理防御力も上がっていくと、命中値もねチラッと上がったりしますけど、まあ、あとは防御貫通だけか、貫通が1つで物理防御貫通がついていないという形ですね。まあでも悪くはないんじゃないかなと思いますね。まあこの普通のステータス系で、まあ、特殊パッシブが入って ないバージョンであるのであれば、まあまあ、整ってはいるかなと、まとまっているかなといったところですね。まあ特殊パッシブあれば、まあそれが一番いいんですけどね。まあないにしては、まあまあまあ、整っているかなといったところですね。MR になった時に、まあパッシブ1の筋力値っていうのはやっぱ300超えてくるだろうしと。まああと会心値とかね、防御力も上がって、ダメージ反射ももちろん上がるだろうし。で、まあパッシブ4番目来たら、物理防御貫通つくだろうし、みたいなところですかね。まあ、あとなんか一つね、特殊なものがつけば強いんですけど、っていうところになります。そしてアクティブスキル。敵6名に 600% の物理ダメージを与え、さらに自身筋力値×場内味方生存者、最大6名のダメージが加算されると。防御力と物理防御力を無視、会心攻撃可能です。まあ、筋力値防御力無視ですね。攻撃するとき、敵を撃破するたびに、2ターンの間自分が奮起状態に入り、攻撃力が 60% 増加し、防御力が 100% 増加する。ということで、まあ、一応奮起があるタイプですね。ただ、撃破条件なので非常に辛いところになりますね。まあ、ここも MR が来れば撃破条件じゃなくて、もしかしたら、もうすぐ入れる形になるのかなと思いますね。まあ、そうじゃないとちょっと辛いですよね。現状だと厳しいかなと。上から見ていくと、まず敵6名に 600% の範囲攻撃ですね。で、さらに自身筋力値×場内味方の生存者、最大6名のダメージが加算されるということで、まあ、やっぱり最大6名取りたいので、坂田金時を使うのであれば、やっぱスタメンで使いたいスキル内容ではあります。まあ、実際はね、ちょっと使えないんですけど、まあ、防御力パッシブ200しかないんで、まあ、あと復活とかあればね、まだ良かったんですけど、復活もないしっていうところで、もう本当はスタメンの一番頭とかで使って最大6名または5名取りたいなっていうところですね。で、攻撃するとき、敵を撃破するたびに2ターンの間自分が奮起状態に入り、攻撃力が 60% 増加し、防御力が 100% 増加すると。まあ、最初の一発目でね、敵を倒して奮起に入って防御力も上げるっていう形を狙いたいのかなっていう感じのスキル構成ですね。で、スキル2ですね。敵6名に 800% から 1600% の物理ダメージを与える。場内味方生存者が多いほどダメージが高くなる。毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、必ず会心攻撃が発生。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復すると。いうことですね。スキル2も範囲攻撃、敵6名に 800% から 1600% の物理ダメージを与えますと。で、場内味方の生存者が多いほどダメージが高くなりますよ、ということで。まあ、これもやっぱり、まあでもね、スキル2だからなーっていうところですね。まあ、スタメンで使って、まあスキル2を打つときに応援からたくさん出てきてて、みたいな感じかな。
だ生存者が、うん、多くてダメージが高くなるみたいなのを狙っているのかなっていう感じかな。で毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合は必ず会心攻撃が発生。まあこれに関しては筋力値パッシブありますし、まあ UR 戦の中でもそんな高い筋力値パッシブではないですけど、まあ持ってない子もいるんで、うん。なのでまあ対武将ではなかなか厳しいところではありますけど、まあ帽子とか弓とか相手ならば確実に取れるようなところですね。で、それを取れれば必ず会心攻撃が発生しますということで、物理会心ダメージが、まあここで生きてきますよと。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復。回復スキルもあります。っていうところで、まあやっぱり範囲攻撃、範囲攻撃っていうのが、まあちょっと構成上、対人では辛いですね。なので、まあ範囲範囲であるのであれば、やっぱ対 NPC で活躍してほしいんですけど、まあいかんせん命中値がないっていうところもマイナス点かな。まあちょっと噛み合わないですよね。パッシブとアクティブスキルに関してちょっと噛み合わないかなと思います。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。タイプはアタッカーですね。まあ、奮起があるんですけど、まあ、このバフに関しては自分にしかつかないし、まあ、撃破条件なので、まあ、非常に厳しい条件となります。安定して入ることは現状厳しいかなっていうところですね。まあ、これ MR になってどうなるかっていうところになると思います。そして、戦場戦役。戦場戦役に関しては、やっぱり範囲攻撃スキル1で、まず600パート、まあ、ステータス防御無視ですね。で、撃破が取れれば奮起に入りますけど、まずスキル1で撃破を取ることはほぼほぼ無理ですね。うん。どんだけバフかけようとも一発目で、しかも 600% の倍率で敵を撃破するのは無理です。で、スキル2、に関しても範囲攻撃 800% から 1600%。まあこれ場内味方の生存者多いと思いますんで、対 NPC に関しては、まあ限りなく 1600% の方で取れるかなと。で、そして、筋力値が敵より高い場合は必ず会心攻撃になるんで、まあ、対 NPC だったら筋力値、ステータス系か。まあ、必ず取れるんで、まあ、必ず会心攻撃になりますということで、物理会心ダメージ 35% ありますんで、まあ、250% ぐらいは行くのかなと。まあ、奥義とかね、もっと揃えればもっと行きますよっていう形になります。ただ計算しやすいように、ちょっと 200% 計算で、やらせてください。100% だと倍になるんで、200% だと3倍になります。1600% の3倍で 4800% となれば、まあまあダメージ出てる方じゃないかなと思いますが、まあいかんせん命中パッシブないんで、ちょっと厳しいですね。で、スキル1が 600% しかないんで、まあ72秒以内で回そうと思ったら、2回目のスキル1打ち終わった段階でおそらくもう無理だと思うんですよ。打ち終わって敵を倒せていなければもう無理かなって思うので、スキル2が1回しか打てない、しかも命中に不安があるっていうところで安定性はないかなと。ただスキル2の火力はまあそれなりに出ているのかなとは思います。ただね、やっぱ狂乱とかと違って必中ではないので、まあそこが弱点かな。で、リカバリーしたいんですけど、スキル1が弱いので、まあちょっとそこが厳しくなってくるのかなと。うん、2回目のスキル1で奮起に入れたとしてももう間に合ってないかなっていう気がします。はい。ということで、戦場戦役は C 適正になっています。そして、ボスですね。ボスに関しても、範囲攻撃、範囲攻撃だと、ちょっとボスには向かないかなと。スキル1も 600% とステータス防御無視。スキル2も 1600% の先ほど計算したクリティカル。まあ、4800% だとしても 5500% ぐらいかな。まあ、それに、防御無視がちょっとつきますよっていうぐらいなので、まあ、5500% だったら、まあ、平均より、まあ、平均ぐらいかなっていうところかな。今だったらもう平均ぐらいかなっていう気が、しますね。まあ、ただ、5500% だと全然ボスで活躍はちょっと厳しいかなと。強い人はね、もう2万パーとか超えてくる時代なので、今弱い人がね、本当に1000パーとか2000パーとかで差があっちゃうので、まあ、ちょっと平均はかなり、5000パー、まあ、6000パーぐらいかなっていうところですけど、まあ、実際はね、もう1万パー超えてこないとボス適性っていうのはなかなか与えられないので、まあ、そう考えると、まあ、6000パーいかないぐらいの坂田金時はちょっと適正ないかなっていう感じがします。まあ、一応ね、平均ぐらいのダメージは出てるんですけどね、もうその平均じゃもうどうしようもないっていう形ですね。そして対人。対人も範囲攻撃、範囲攻撃だとちょっと厳しくて、しかもスキル2の方が強いタイプではあるんですよね、坂田金時ね。まあ、一応防御パッシブありますけど、まあ、現環境攻撃力がかなり高くなってしまっているので、全体的な副将の傾向として。まあ、なので、まあ、スキル1で倒せなかったらもう死ぬっていう感じになってしまっています。まあ、ただ、やっぱ復活とか特殊パッシブがあればもちろん耐えられるので、MR なんかね、神髄共鳴スキルとか、まあ、あればそれでも耐えれたりしますし、ただ坂田金時はね、そういうところが
ね、もう防御パッシブしかないので、やっぱりちょっと厳しいのかなというところですね。で お城の攻めもやっぱスキル1が弱い分打ち漏らしてカウンター食らって沈むっていう形が目に見えてしまっているので、ちょっと対人の適性は今はもう低いかな。こちらはね、やっぱり MR になってからっていう話かな。花嫁じゃもうどうしようもないかなと思います。遠程スキルじゃもうどうしようもないんで、もう MR になってスキルの改変してもらいましょう。もうそうしないと強くはならなさそうなスキル構成になってしまっています。そして防衛ですね。防衛もなかなか厳しいですということで、対人も恣意適性になっています。そして短期特化度。まあこれは何も言わなくても恣意適性だと思います。まあ、一応見ていくと武将であるかどうか。一応武将ですね。戦場戦役適性あるかどうか、なしです。ボス適性あるかどうか、まあ、なしですね。コスパ面どうか。まあ、こんだけ恣意適性で評価されているのにもかかわらず、普通の UR 戦と同じだけ、原本かかりますんで、まあ、これだったら同じ UR 戦でも、モガミとか、ナタとか取った方が全然いいだろうし、それより上を目指すのであれば MR とかね。絆200プラスするだけで MR 取れたりするんで、純粋に MR だったらね。するんで、だったらもうアウグストゥスの再販とか、まあ一番早く再販来るのはカエサルでしょうけど、まあその辺の再販狙ってみた方がいいんではないかなと。まあ、新しい MR とかもどんどん追加されて、今純粋な MR かなり強いので、新しくぶっ壊れが来る可能性ももちろんありますんで、まあそこで原本を貯めておくのがいいのかなと思います。はい、ということで、今回、坂田金時の、再評価ですね。こんな感じになりました。まあ、前回が2020年の6月とかだったので、まあ半年ちょいぐらいになるのかなと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。